ファイアは日本に根付くのか？不労所得で生きるという令和的価値観。働かずに生活する。不労所得推奨のファイア。日本国内でファイアという生き方が注目され始めているそうだ。これはファイナンシャルインディペンデンスリタイアーリーの略で、生きていくためのお金を資産運用などの不労所得で確保して、仕事を早期リタイアする人生設計のことである。アメリカ発祥の資本考え方らしい。不労所得という言葉を耳にするとき、働いてお金を得ている多くの人は憧れと、そう入っても自分はちゃんと働いてお金を得ているしという積極的な自己肯定のような強がりのような、複雑な思いが胸に去来するだろう。筆者の周囲から察せられる限り、不労所得という言葉は日本ではやや複雑な受け入れられ方をしているのが現状である。しかし、注目のファイアは不労所得の確保がその計画の根幹にある。巷では20、30代が目標にしているとの言説も見受けられる。本当にそうか疑わしく、投資関連企業の捨てまではなどという声もあるが、果たして日本でファイアは今後根付くのであろうか。これについて考えてみたい。40でファイアして何するの？体力も落ちてくるのに。家に引きこもってネットサーフィン。ファイアしなくても落ちるぞ。体力落ちてくるならなおさらやめた方がええやろ。アメリカって事業始める人多いよね。ガレージカンパニーはよく見るわ。レモネード屋さん。40でファイアって2億くらいいるんじゃないか？ファイアと結婚関係ないだろ。若いうちの方がエネルギーあるし、飯も食えるで。どんどんエネルギーなくなるんやから金貯めてた方がええやろ。そんなことはない。ワイは狙っとるで。40でファイアできるほど稼げる人間は、40でファイアしようとしない。人による定期。結構暇だぞこれ。自分の子供欲しい人はどうすんの？40歳でファイアって大学出て15年少しで1億貯めるとか現実的に無理じゃね。年収600くらいあれば余裕やろ。年収600って手取り450ぐらいか。生活費例でも1億貯まらんやん。ファイアって一部しかできないからファイアって言うんだよ。投資の仕組みを勉強したらわかる。実際そんな考え方のやつを見たことないんやがほんまにいるんか？ワイが払わって話できる信用に値せん人間なだけか？極端なインフレとか余暇を潰すための出費とか考えたらいくらあっても不安になる気がするわ。嘘か本当かわからないけど宝くじ当選して仕事辞めた人も日に日に減っていく残高見てまだ数億あるのに病んでたろ。生活保護並みの生活水準ならなんとか達成できそう。独身やけど会社以外でワイのこと必要としとる場所がないから辞めたら絶対病むわ。ワイはファイアできるなら真っ先に仕事辞めて家でゴロゴロするわ。40から趣味だけで生きてける気がしない。結局なんかの仕事始めそう。年取ったら人とのつながりなくて寂しいし働きたくなるだろうな。おっさんは特にそうやろな。40でファイアとか年収1000あっても足りんくね。株の配当金でファイアしたい場合いくら貯めればええんや。1億必要じゃね。巷で言う4000じゃ無理やと思うわ。少なくとも1000人みたいな生活しかできん。完全なファイアじゃなくてもええから5000万で軽くバイトするくらいでいけるなら頑張ろうという気になる。セミリタイアってやつやな。5000万プラスバイトで月収15万くらいなら現実的だな。バイトの発給で手取り15万って下手したら正社員より辛い可能性あるやろ。10年前に投資始めたかったな。少なくともファイアの成功者として紹介されるのって大抵結婚して子供作った上で贅沢せずに生きてきましたって人やろ。そんなん言うなら何時なんかやってないで今も副業したり資格の勉強でもしていた方がよくね。金貯めて40歳になってからじゃ結婚したくてもできん模様。デフレ前提のファイアはもはや通用しないと思われる。インフレがひどくなれば働き続けるが勝ちに。親戚でセミリタイア生活してる人いるけど楽しそうで羨ましい。若者が結婚もせず好きなことも我慢して金貯めてファイアしたところでそんな無理して集めた程度の資産じゃ病気事故災害に当たったら一発で崩れ去る。本当のファイアってのはそういうレベルの話じゃない。40歳から定年60歳まで20年間年収600万円として1億2000万円。80歳まで生きる計算で倍の2億4000万円必要になるのか。しないのとできないのは違うって何百億何回言わせるの？ファイアに否定的な人が大勢いるのは仕事以外で生きる意味を見出せない人が大勢いるのか。それとも酸っぱいブドウなのか。普通に妻も子も欲しいし趣味だって楽しみたい。40歳になるまで逃げ出してそこらを捨てるとか幻想かよ。ファイア税って大体仕事してるよ。なんかもうそれファイアじゃなくてただの投資じゃねえか。ストレスなく遊びに出る感覚で働いてるってことやろ。40歳でファイアとか普通に働いてたら無理じゃね。家帰って子供が出迎えてくれる喜びに比べたら金やらファイアなんざ比べ物にならんぞ。自分の能力値上げていい会社に入って居場所や地域づけばそれが実質ファイアじゃん。去年は資産2000万だったのに、今年は資産3500万超えた。この調子でいけば来年には5000万でファイアできそう。ファイアしたと思い込んでるファイアされた奴が多すぎてビビる。まず退職する前と変わらなく過ごせることが前提やろ。早めにファイアすると親の扶養に入れるメリットがあるんだよね。年金も親に払わせれば節税になる。結局一人で生きるのって無理があるよな。ごちゃんが10年後20年後存在してるとは思えないし。4% ルールで考えるとワイは4500万は金作らないとアカンができる頃には50過ぎてるわ。独身って暇そう。投資してるからインフレにも対応できるって話やしな。40歳でもファイアできる的なファイナンシャルプランナーのブログ記事読んだら、
まず最初に不労所得を月20万円確保しましょうとか書いてあってブラウザ閉じたわ。月20万も不労所得あったら8割方ゴールよな。その月20万不労所得得る方法を教えろって思ったわ。くさ。通帳見てにやける人生もちょっとね。生きることそのものが地獄なんやから仕事と子育ていう暇つぶしがなけりゃやってられんよ。ワイもファイアしてぇな。さすがに完全無職は辛いから適当にリゾバでもして日本各地の観光地とスキー場を制覇してぇ。物価上がってくのに真のファイアがどこか見極められるんか。親戚がセミリタイアしたのが45らしいから40で達成したいな。住居問題が解決すればいけそうなんだけど。30中盤くらいに気がつくんよ。ファイアも独身もあかんって。体が衰えてくると考え方変わりそう。35超えてから来るぞ。ガチで結婚しとけ。48でファイアしたけど貯金3000万しかないから何もできんわ。毎朝神社にお参りしてボランティアしてる日々や。その貯蓄だとさすがにボランティアどころか自分の身を守る方が優先だろ。 Y33 歳年収900万個同時年600万以上貯めとるわ。今のペースなら40歳で元本7000万、年利 7% 取れれば1億いけるで。その年で900万いくのは商社やゼネコン、証券、マスコミやろ。仕事柄小道寺はありえんで。コンサルやで。まあ小道寺やっとるのはなかなか見ないな。結婚はまあどうしても子供欲しいとかじゃない限り先方がいいけど、ファイヤーは暇も手余してろくなことせえへんで、精進環境して不全をなすや。暇だと金がいくらあってもろくな使い方しないからあかんよ。ワイは日々の消費をできるだけ抑える癖がついたわ。何のために働いて金もらってるのかわからなくなってる。結婚してリンクスした方がファイヤー早まるだろ。本当にコスパ考えるなら結婚こなしなんだよな。ファイヤー目指して41になって株式で7000万8000万あるけど、いざとなったらなかなか仕事辞める決心つかないもんやな。ダラダラと1年経ってしまった。ほんまにファイヤーしたいんなら独身よりもリンクスが一番ええんやけどな。共同生活は金が浮く上に孤独も解消や。リンクスは理想の相手見つけるのにハードルすぎて、それこそ夢物語だろ。一人でファイヤーする方が現実的だよ。相手の親の理解もえんといかんからな。結婚する時点で理想とはほど遠い。常に不安がつきまとうから40代で億単にないとどうにもならんやろ。うっかり70、80、90と生きちゃったらどうするんや。嫁子供がいる幸せは比較になんないよ。わら父親って家庭内でも孤独やからな。子供は基本的に母親に懐いて父親は蚊帳の外。リンクスが男にとって一番理想的な形。それは単に父親が育児参加しないからやで。Y 大学生、ファイアしたいけど友達多いし彼女いるし飲み会好きやし将来は結婚して子供作りたいんやが、ひょっとしてファイア向いてない？月に30万入ってくる3000万が今のゴールのラインやで。Y35 は倒産してクビになったから物理的にファイアしそうやで助けて。もうファイア解雇された後やんけ。失業保険すぐにもらえるやん。ええな。Y はファイアしたら毎日パチ屋行きたいんや。負けなきゃええから気楽にスロプロもどきして楽しめそうや。企業に属するよりフリーになればいいやん。収入安定するならな。40では無理やん。1億あれば年利 3% でもなんとかギリギリ暮らしていけるからな。5億あったら生きてるだけで増えていく。若いうちはいいんだけど40になって仕事辞めて何するんや。ファイアってマジで人によるやろ。ニート適性ある人ならいいけど、うちのじいさんなんか定年して再雇用終わっても働きたいらしいぞ。社会とのつながりが一切なくなるのもそれはそれで怖いやろ。仕事忙しいわけではないが会社行くだけでだるいし、さっさとファイアしたい。朝早く起きていやいや出社するのが人間らしい生活とは言えんだろ。在宅勤務で解決するな。両家がファイアするって結構厳しいのかな。日本一周だの世界一周だの好きにできるやろうから関係ないやろ。なんで家に引きこもってること前提やねん。正直世間体だけだからな。突き詰めるとそうなる。若者働くのは別にいいんだよ。責任持ちたくないし上司から叱責されるのが嫌なだけ。仕事はしたくないけど社会とは繋がっていたいって人におすすめなのは消防団やな。結婚してる男って単純に大変そうやしな。みんな疲弊してるわ。働かなくて暮らしていけて軽い運動できるだけの土地があれば生活必需品をネットスーパーで買えるなら何年でも引きこもれるよ。まず2億円貯めようか。男が結婚することのバリューって下がり続けとるからな。そら少子化進むわ。金の出どころ不明やけど知り合いの同級生にファイアした男おるわ。田舎に別荘買って引きこもっとるらしい。人の幸福度決める一番大事な要素は人とのつながりらしいで。仕事辞めたら家族以外と話す時間なくなってごまるそう。仕事なんていずれは辞めるんやから。それよりまだ元気なうちにファイアして生涯関わり持てる友人知人探すのも理にかなっとると思うがな。ボランティア団体に入ってみたりとか。ボランティアとかそういう社会的なつながりも確かにええな。Y の母親も仕事早めに辞めてやってるわ。ネットですら友達おらんから孤独耐性だけはあるわ。そこは夜の一般人に対する明確なアドバンテージやな。仕事辞めて悠々自適ならいいけど資産気にしながら節約生活なら微妙やな。40で半リタイアとか宝くじ当てるレベルやぞ。投資の利益で年300万以上アウトプット出しながら生活しましょうってのがファイアやろがい。もしいい会社に入ってるならちょっともったいないな。人は結構な確率で大病をするし。
裁量をした場合、会社の保証システムはマジでありがたい。ファイア卒業して警備員する羽目になる。40でファイアできる具体的プランを20代で考えた上でその通り完遂できる能力があるならそのまま仕事続けて投資に回し続ける定期。仕事辞めてアマゾンとかインドカレー屋でバイトしたいわ。正直5000万貯めてファイアとか言ってるやつはどうせ不安やから1億ダニ億だ言って不安と一緒にずっと貯め続けるやろ。そもそも40までにそこまで貯められるエコノミックアニマルが残りの人生のんびりなんてできるわけない。結局別の仕事バリバリやっとる。というかそこまでうまく転がせてるなら回せる元では多い方がいいという思考に当然なるからよほどのオーバーワークでもなきゃ収入捨てるわけないし。ファイアは無理やが半引退で仕事を選びつつ生活切り詰めて、貯金を切り崩さずにギリギリ生活費を稼げたら最高やな。今チャレンジ中やがちょっとむずいかも。人並み程度の収入だとまず不可能やし、収入的にファイア目指せる層がほとんどいないやろ。5000万ファイアは怖いな。50でリタイアしても常に節制で我慢に我慢を重ねてその上、交友関係もほとんどない孤独なわけだから確実に来る。1億貯めて仕事辞める夢のためだけに毎日ひいひい言いながら働いとるで。まあ実際1億貯まったら不安で2億貯めるまで働きそうやけどな。一人身なら3000万でもいける。持ち家なら2000万でもいける自信あるわ。2000はきついやろ。持ち家3000万ならいける気はする。子供っつても自分ではないからな自分に金使いたいわ。朝早く起きてクソみたいな満員電車に乗って仕事するくらいなら投資と軽いバイトで生きていきたいやっぱ多い。それならそれでも2000万は欲しいな。投資知識もないといかん。40って普通の会社なら年収もそれなり上がってボーナスタイムみたいなもんやから辞めるのもったいなくね。4% ルール考えると仮に1億貯めても新卒に毛が生えた程度の生活水準で生きていかないといけないんやろ。時間はあっても金がない生活になりそう。40でファイアしましたみたいなやつ何人かテレビ出てたけどみんなその後働いてて草生える。何があったんやろな。暇に耐えられないんやろ。現代で早期リタイアできるほど稼げてるならかなり有能やしそもそもファイアしないというありえへんけど宝くじ1等でも当てたら一般人もファイアできるかもしれんな。独身はいつでも仕事辞めれるのは羨ましいわ。続けるのが苦痛じゃなくて最低限の収入が得られる仕事が欲しくなる。金があると本当の自由が手に入るんよな。ファイアしても老後の生活が心配や。介護費も人手不足で今より高くなりそうやし独身やったらもしもの時も助からんやろ。いろんなファイアがあるというかセミファイアとかで時間作る生き方が若者に受けてるって聞いたな。ファイアしたいっていうか仕事したくないが本質だよな。もっと言うと責任持ちたくないんや。それクリアしたらいつまでもダラダラ仕事できるわ。仕事は好きやが気が合わん人とは仕事しとうないんや。それが功を奏する場合とそうでない場合があるが、正直普通に仕事してたら雑に扱われないポジションに上がっていくし、40代50代とかダラダラ会社行って給料もらった方がええやろ。一人っ子だと遺産で高確率でファイアできそう。ちょうど40歳くらいからちゃうか。んとかそういうので一発稼いだ後ならいいけど普通の会社員とかだとそこから給料上がって仕事は下に触れたりするから損だな。一生働くのかって憂鬱になるわ。2億あったに3000万残して投資用不動産買うかな。住宅ローン3000万とか子供作って5000万とかかかるんやろ。今の時代って金稼げない上に増税時代やん。若者の結婚相当減るやろ。ファイアしたいわ。自分の人生だしそうしたいならそうすればいいよ。新ニーサで SP500 で限度枠1800万埋めればええんやろ。ワイは祖父母の家相続したから40になったら会社辞めて性孤独の生活送る予定や。税金は高いし労働のレベルは上がってるしな。ファイアしたい若者多いよな。無給でもいいからゆるゆるで責任皆無な労働したいわ。ボランティアでさえわずかにも責任あるからな。ワイの理想は結婚して子供も育てた上で株運用しつつ週2、3のバイトでのんびり生活することや。あらゆるアンチエイジングして40歳でも25歳レベルの肉体でいられたらいろいろ解決するんやけどな。できるんか？外見はできても内面はコールドスリープでも開発されない限り不可能やろな。40以降なんて怒られることも少なくなってくるしまったりでええならほどよく働いた方がええやろ。結婚して子供作らないのが正解やろ。過去を振り返ればここ数十年はファイアできたなと思えるだけで今からの未来はファイアできるとは限らんからな。こうやって用語が知れ渡る頃には手遅れやとワイは思う。みんな働くのが嫌ってことやな。働いとる方がよっぽど楽しいやろ。そんなやつ若者におらんわ。パワーカップルのが効率ええやろ。2馬力の方が効率いいんじゃね知らんけど。都内の雇われで一生過ごすなら2馬力じゃないときついわな。明日も仕事や。好きな時にちゃちゃっと仕事するだけでいくらでも金湧いてくるのにせこせこ貯めて一生切り詰めた生活する意味がわからない。こなし夫婦とも働き、女の方が若干多く稼ぐ。このバランスが一番最強やと思うわ。なんで子同士という唯一絶対の最適解を無視するんや。楽なだけで楽しくはないから。何のためにファイアすんの？40代が一番収入的にピークの時やから50までは頑張れとは思う。でも40歳と50歳じゃ肉体的にも精神的にも違うやろ。とはいえ金は大切やし難しいところやね。嫁と2馬力で世帯2000、退職金、厚生年金、個人年金、これなしでどうすんだよ。ファイアしても一人だと寂しいで。完全ファイアせなあかん理由なんてないからな。週3くらいのお気軽パートでもやればええねん。金持ってるやつは大体結婚してる定期。若いうちは働いていろんな経験する方がいいよ。ファイアとかくたびれたジジイの発想や。
金貯めるならこなしに馬力で共働きが一番効率いいのに、結婚しない理由探してるようにしか見えん。独身でシコシコ金貯めてもファイアなんてできるわけない。ファイアしてるともおるけど、ゲームに入り浸っとる。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。